ドクさんこんこにちは動画の方ありがとうございますえいただいたご指摘なんですけどもちょっといろいろとね困ったなぁと思ったんでこう返信をさせていただきますけども「え手取り14万」ってタイトルはあ1年ほど前だったと思いますけども堀江貴文さんがね「手取り14万お前が終わってんだよ」みたいな動画がかなりバズってねしかも長続きしていたんですよね、まあ、そこで1年ぐらい経った今その「手取り14万」っていうキーワードはおそらくこれからもずっとビッグキーワードになると思いましてかぶせていったんですよね で動画の内容はというと手取り14万の方がどうやったら手取り140万になるのか手取り1400万にしていくのかということでもう私とかね吉田さんがあの実際に自分でやってきたことをお話してるわけなんですよね、まあ、手取り14万っていうとあ自分のことじゃんと思ってちょっとね、えー、気になる方とか手取り14万ではないんだけども 月収が落ちてしまったらどうしようかなっていうふうに心配されてる方にそこから抜け出すためのヒントが毎回毎回ね網羅されてるんですよね。まあですんであの動画を見たりとかあのタイトルを見て、えー、月収が下がってしまうってことはないですね。上がることはあっても。現実、まあこれはちょっとお話は後にしておきましょうかね。うん、手取り14万シリーズね、かなりネ,ネガティブな要素ではなくてポジティブな内容になってます。で、あの、 SEO 対策として手取り14万っていう言葉入ってますけどもあくまでも14万円から抜け出す方法とかね14万円になっても幸せに暮らす方法が、まあ、網羅されてますんで、えー、ご覧いただく必要はないんですけども 多分タイトルではね、大きな誤解をしてしまうんではないかなと思いますね、まあ。まさにこれから、あの、所得が落ちる方はかなり増えると思いますし、実際に落ち始めてると思うんですよね。反面、所得が上がった方っていうのは、自分の労働の成果とかではなくて、完全にもう、運なんですよ。ね、こう、新しい時代の切り替え目に、例えば暗号通貨にしても、新しい投資スタイルにしても、インターネットを使ったコンテンツ販売にしても、これほとんどの場合はね、 んで私は所がが上がっていくとでそこに自分は分かっていました自分の実力ですっていう人がいてちょっと立ちがあるなってところがありますけども本当にねいろいろとあのチャンスに手を伸ばしていたらたまたまこれが引っかかったよっていうね私はそれだと思うんですよたまたまアフィリエイトを知ってたまたまやってみてたまたま自分には合ってたかなと全部たまたまで今までの人生の積み上げはそこには全くないんですよね本当ににシンプルにそれは 運だと思いますし私のっって生まれた力量だと思って私の努力の結果でも労働の結果でも何でもないんでえ本当にね突っ立っていたらあのいつの間にか天国に行けたみたいな感じなんですよね、まあ、ですので私はねこうやったらいいよあったらいいよっていう方法よりも情報発信の方法はお伝えするんでタイトルの付け方とかタイトルからどういうふうに人を誘導していくかっていう方法はお伝えできるんですけども何、まあ、と言いますかね手取り1 0万人みんなをしてやろうとかね 月収の低いやつを量産してやろうって気持ちは全くないんで多分その辺は捉え違いのないようにしていただければなと思います。これはねだからね「手取り14万」ってキーワードで呼び込んで中を見てみたらなるほどそうやったら月収って上がるんだっていうふな夢を抱えている動画の網羅連続だというふうになってるんですよね。しかもまあシリーズなんで1、まあ、個見ただけじゃちょっと分かんないかもしれませんけども、まあ、これはね実はね、えー、ちょっと。 また後でシリーズ化ができるんですけども手取り14万シリーズを見て月収が上がってる人が今できてるんでこれオチとしてそれがね後からあの対談で出てくるんですよもうすでにね手取り14万円から40万円ね14万と40万というとギャグみたいですけども40万円に上がったとで一部の人は転職が可能になったとかねそういうふうにして自分の能力を使っていくんだって感じでアピールが変わってきたとかやっぱりね月収のね 20万30万ってところハローワークにあるんですけども40万とか100万っていうのはハローワークないんですよねでそういったところをご紹介申し上げてそこでまんまとお月収を上げてきた人の例ですとかねうまあその他ねやっぱコンテンツ販売に成功するう例とかねあとはまあちょっと辛いんですけども副業でねこっちとこっちを合わせて手取り14万からあ25万に上がったという例とかがあってね まあどれががいいででしょうってってて話落ちになくるんでね、まあ、これからノックさんをご覧いただけないと思いますけどもこのシリーズをずっと見た方は見た方の中では月収が上がっていた方がもすでにできているということなんですよね。まあそういう意味で言うと手取り14万実際にその辺りの人がこの動画を見てね「あなるほどと」とそうやったら月収って上がるんだっていうふうに気づいていただいてまんまと自分の思っていた人生に近づいていったっていうまあそういうふうなね 例にもなってきたかなと思うんであの動画を見てね逆に手取り十万になっちゃうっていうふうになる人はか考える人は見ない方が本当にいいと思うんでノックさんは正解です。それではいってらっしゃい。